ゴイコ・カチャルは、ユーゴスラビア出身のサッカー選手。元セルビア代表。ポジションは、DEF、MF。ボイボディナ・ノビサドの下部組織出身。2003年から2008年までボイボディナに在籍し、通算78試合に出場した。2008年1月に、ドイツのヘルタ・ベルリンへ移籍金300万ユーロで移籍を果たした。ヘルタ・ BSC では、 不動のレギュラーとしてリーグ戦64試合に出場10得点を挙げた。ヘルタ BSC のにブンデスリーガ降格を受け、2010年8月21日ハンブルガ SV に移籍した。2011年10月まではレギュラーとして活躍したもののトルステン・フィンク監督が就任してからは出場機会を減らし、 2012から13シーズンはリーグ戦わずか3試合の出場に終わった。2013から14シーズンはチーム構想から外れ、2013年9月17日にフィンク監督が解任された後も出場機会を得ることができなかった。2014年2月26日、セレッソ大阪へ7月31日までの期限付き遺跡が発表された。 3月15日に行われた、清水エスパルス戦でリーグ初ゴールを挙げた。セレッソとの契約は7月31日までだったが、6月に本人の意向により早期契約解除となった。2014から15シーズンでは、出番に恵まれずハンブルガー SV の放出候補に名前が挙がったが、2015年4月から指揮を取った、ラッパギア監督体制2戦目から先発で出場。 シーズンの終盤戦の試合で2試合連続ゴールを上げるなどし、チームの一部残留へ貢献した。セルビア代表として2007年11月24日のカザフスタン戦で代表初キャップを記録した。2008年9月7日、UEFAU-21、欧州選手権予選のハンガリー、e、U-21、戦にて1試合5ゴールを記録した。この試合では、 セルビアユ二 -21 が8から0で勝利をしている。2009年6月に開催された本大会では攻撃的なポジションでプレーすることもあり、イタリア戦ではポストに直撃するアウトサイドシュートを放った。14、02、26、ゴイコカチャル選手遺跡加入のお知らせセレッソ、大阪公式サイト2014.2、26府、ニュースリリース、ゴイコカチャル、 データ ,j リーグ ,https, コロンスラッシュスラッシュデータ .j-leageue.or.jp スラッシュ sfix 04スラッシュプレイヤー ID イコール12089 2020年4月8日閲覧14-06-07ゴイコカチャル選手との契約について セレッソ、大阪公式サイト2014.6、七つけニュースリリース名門を広角から救う、戦力外の救世主、ゴイコカチャルフットボールチャンネル2015.5、22、フ、C 大阪カチャル、靴脱げながら、ボールダッシュ日刊スポーツ2014.3、29、フセレッソ大阪へのレンタル遺跡は、美しい経験ゴールドットコム2014.6、23、フ、 ありがとうございます。